踊り子の皆さん、そして、お父さんお母さん方、サポートメンバーの皆さん、スタッフの皆さん、お客さん、お疲れ様でした。今日は、私は第2ステージの方で、個人賞の方で体験させていただきました。今日ちょっと印象に残ったことをお話しさせていただきます。チームの連の和とか思いをこの踊りから感じるチームがとても多くて、皆さんのパワーをものすごく客席まで感じることができました。で、中でも印象に残ったチームっていうのは、やっぱりその踊る曲を使って何を伝えたいのかっていうとか、何を見せたいのかっていうことがとてもはっきりしていて、曲と構成と衣装、それが全部リンクして、で、そしてその曲の意味を深く作品の方に落とし込んでいて、その曲を理解したことをさらにこうパワーアップさせてパフォーマンスに生かしてくれてるんだなっていうチームがとても印象に残っています。個性的なチームがだんだんと増えてきて、とてもどのチームも素晴らしかったと思います。で、この前の日立でも少しお話しさせていただいたんですが、ちょっとだけ踊りの中身のことをお話しさせてください。ちょっと細かい話になっちゃうんですけど、また踊るときに手ってどこから手だと思いますか？ここから手だと思いきや、踊るときはここから手じゃなくてここなんです。胸と背中の付け根からが手なんですね。なので、じゃあ手を大きく広げようね、はい、じゃなくて、ここからこうやってやれば大きく手が開くんですね。例えばそういう、手はここからじゃないよ、踊りの時はここからだよとか、あと手の先っぽはどこまでだろうと思ったら、ここまでじゃなくて、手の先は、みんなの手の先はもっと先まであるんですね。だから手を大きく回したいと思ったら、手の先で回すんじゃなくて、それよりもっと先で遠心力を使って回せばもっと大きく回るんですね。そういうふうにみんなの体をもっと範囲を大きく理解してください。で、もう一つ、足はどこからだと思います？足はここからだと思いきや、ここからじゃないですね。踊りの時は足はここから足です。なので、足いっぱい上げたい、上げたい、足で上げるんじゃなくて、お腹でドンってやれば足いっぱい勝手に上がります。だから足上げたいと思ったら、お腹でリズムを取ってドンってやれば勝手に足が上がるんですね。なので、踊るときは手だけ、足だけ、バラバラだよって踊らないで、手も体の中心、足も体の中心、リズムも体の中心から取って踊る。そういう風に、ちょっとね、大きく体の中心から使って踊るっていうのを、もっともっとこう意識してもらえたら嬉しいなと思います。あともう一個だけ、踊ってるときの目線、とっても笑顔で素敵な人が多かったんですけれども、ちょっと下を向いちゃったりとか、恥ずかしいなっていう。ちょっといて少し残念だなと思いました。せっかくね、こういう素敵な舞台があるので、目でもぜひ踊ってください、ね。その3つ少し気になったのでお話しさせてもらいました。で、今日ね、本当にちっちゃい踊り子さんたちいっぱいいたんですけども、ちっちゃな体でもね、リズムを体の真ん中から使ってたくさん踊れるように、ね、たくさん練習してほしいと思います。で、だんだん前祭り回を重ねていく中で、最初のメンバーの方も大人になっている方すごく多いと思います。結婚されて子供も生まれている方もいらっしゃるくらいだと思うんですけども、これからどんどん次の世代にもっと前祭り踊っていきたいなって思ってもらえるように、これからもみんなで大事に踊ってもらえたら嬉しいなと思います。長くなりましたけど、また来年夏恋前祭りで皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。今日は一日素晴らしい演舞ありがとうございました。お疲れ様でした。それでは続きまして、大賞チームの演舞の方に移らせていただきたいと思います。さて、ここからの MC 進行、司会進行は JUJU の方にマイクの方をお渡しした